こんばんは、エミさん。こんばんは。心配しました。なんで？千代子いらっしゃい。なんかあった？何を心配してんの？はい、小田井さんこんばんは。風邪ひいたかもしれないね、ちょっと。喉が調子悪いですね。エアコンでやられてます。乾燥して。喉超痛いわ。風邪ひきかもしんねえわ。デイリーランキング昨日20位だったんだ俺。すげえな。えらってるってたくみさんが書いてたから。え、たくみさんそんなこと書いてたの？どれどれ。嘘。ツイッターに？ツイッター？ちょっと見てみるわ。えらっては、えらってる。どこに書いてあるんだろう。はい、まーちゃんはどつ、いらっしゃい。彼女今ね、パエリアニンニク刻んでくれてる。ニンニクやってる。うん。あ、調子が、え？俺は全然減らってはないけどな。うん。減らってはないけどね、俺。うん。リツイートしとこうか。セックスはしてないかな、ずっと。セックスはしてないね。一週間ぐらいしてないんじゃないの。セックスしたいっすね。彼女、最高の彼女だよ。パソコンさえハッキングしなければ。あ、ごめんね。もうちょい待っててね、エミちゃん。うん。気分屋だからさ。筋肉痛超やばい。もう会社で階段登るのとか超きつかった。花火上がるたびにスクワット5回っていうやつやったんだけど、マジでもう会社ヘロヘロだった。すげえもう痛い。でもすごいよね。あれ7000円ぐらい稼いだからね。たった1日で7000円稼いだからね。ただもう筋肉痛パンパン。今でも痛いもん。筋肉痛だもん。まあ、そうなるわな。彼女は声出すね。声出さない女とかいるの？なんで女の子の方が声でかいんだろうね。セックスするときってね。だから本能でこう誘発してるんだろうね。誘ってるんだろうね。なんか女がメイクするのも、あの男を誘惑する起爆剤になってるらしいよ、うん、トランプタワーって何？トランプタワーってなんだろう、うん、トランプタワーが分かんない。え？うん、いや、玉ねぎとニンニクがもう香り出るまでガーって炒めないダメ。うん、玉ねぎがこうしんなりして飴色になるまでじっくり炒めちゃってください。最大火力で。時間かかるよ。そのフライパン。火力弱いから。後でエッチしてよ的雇用。
して、後でエッチしよ、敵、こう。ごめん、日本語がわかんないわ、DM さん。運営の企画？運営の企画あんの？ちょっと見てみるわ。運営の案内見てねえな。トランプタワーって言うんだ。パエリア作ってますね、パエリア。パエリア覚えたいなと思って。どこに出てんだろう、告知。聞こう。1位にふわっちポイント5000。いいじゃん。どうやってやんの、それ。お知らせ見ればいいのかな。トランプタワーチャレンジ。みんなでトランプタワーにチャレンジ。3日から6日。制限時間30分。一番高く積み上げた方にふわっちポイント5000ポイント。おお、いいじゃん。画像、上の画面でふわっちくんが作ってる一般的な形。ほうほうほう。やろうか。トランプタワー。やろうよ、やろうよ。トランプタワーやろう。トランプ持ってねえんだよな、だけど。トランプ買ってくっか、後で。やろうよ。俺こういうの得意だから。一番高く積み上げた人の数でしょ。30分以内なんだ。完成した段数を一言、コメントに入力する。トランプタワー映したまま5秒間キープする。同じ配信内でさらに記録を伸ばしたい場合は3から4を。ほうほうほう。いいじゃん。きつい。最高11段。11段すごっ。11段相当高いでしょ。トランプタワー1、2、3、4、5。すげえな。11。すげえな。よく積み上げたね。相当すごいね、それ。きつ。盛り上がるの？それ、配信的に。配信的に盛り上がるんだったらやってもいいかもしれないけど。盛り上がんなかったらクソじゃね？それ。あ、いい匂いしてきたね。いいじゃん、いいじゃん。いい匂いしてきた。今日ずっと応援してた。30分以内に11段って相当だね。で、段数上げるってことは12段か。すげえな。30分で12段は すげえな。でもね、結構床がね、マットタイプじゃないときついんだよな。マット引かないとまずいかもね。配信見れなかったら YouTube で見てたけど、のんたんの話すときのわだたんの優しい声。俺、女性に声かけるときは基本的に声優しいっすよ。YouTube みんな登録してね。YouTube。よろしく。ヒカルくんなんだ、トランプタワー。今マックス1位ヒカルくんなの。知らなかったな。でもあれだよね、その、ツイキャスは、ふわっちはさ、運営がさ、企画をさ、毎月やるからいいよね。11段の人とリスワン1位。へぇ、すごいじゃん。リスワン取ったんだ。昨日。見てみようかな。ほんとだ。リスワン1位取ってる。ほんとだ、ほんとだ。のんたんと代わり番号で作ってるから。今。俺が玉ねぎ炒めて、みじん切りにして。今、のんたんが人参、あ、人参じゃない、ニンニクやってくれてる。アイワード2、ハッチいらっしゃい。昨日はゆっくり休みました。ちょっと配信三昧だったんで。たくみさんといろいろ話してた。レッドロブスター行ったよ、レッドロブスター。たまにはいいとこで飯食おうかなと思って。うまかったわ。レッドロブスターのピザマジでうまいよ。レッドロブスターみんな行ったことある。ちょっと値段張るけど、うまいよ。で、パエリア食ったんだけど、家でも作ってみたいなと思って。
11段トランプ4セットいる。いいや、じゃあやんねえわ。よいのにいらっしゃい、ワード2。14つもいんの。レッドロブスターないんだ。まあ、でっかいエビあんじゃん、ロブスターっていう。あれが売りのお店なんだけど。一匹最低6000円ぐらいすんの。でも、サフランライスっていうのを作ってんだけど、サフランが高えな。もう 0.5 グラムで500円ぐらいした。サフラン買ってきたんだけど。炊き込みご飯だよね、だから洋風の。シーフードを使った。あれは料理として覚えておきたいなと思って。おとといも食ったんだけど、パエリア。ちょっと自分流に作ってみようかなと思って。のんたん変わるよ。配信回して。いいよ。こんばんは。こんばんは。大谷さん、こんばんは。ハチさん、こんばんは。ヨヨさん、はじめまして、こんばんは。パエリアとか作ったことはありますか、女性の皆さん。その前か、得意料理、餃子です。あ、くみたんはあんまり作らないんですね。パリアは意外とお家で作ると美味しいですよ。自分で作ると美味しいですね。焼きたてが食べられるので。だとね、すごい美味しいですね。ハチさん、ハンバーガーありがとうございます。ハンバーガーありがとうございます。あ、ハンバーガーありがとうございます。あ、のんたん、はい、花火いただいたらスクワット5回もお願い。スクワット、どこで、この椅子の上。椅子の上でいいよ。あ、風船ありがとうございます。チョさん、風船ありがとうございます。
先生ありがとうございます。あ、先生ありがとうございます。今ちょっと代わりバッグに作ってるんで、代わりにふわっちゃんを留守番してます。あ、風船いっぱいありがとうございます。仲良くお料理、今日あの朝化粧しないっていつも言われるんで、化粧道具買ってきたんですよ。このブラシ、これはシャドウとかのブラシ。椅子の上は、椅子の上でスクワットの大変ですよね。これは多分チークとかのブラシ。あ、なんだか YouTuber とかこんなやってますよね。これでいいとか言って。あとは、ルーセントパウダー。ヨヨさんありがとうございます。ここに置いといて、いざっていう時はちゃんとお化粧します。これはなんだ。あ、これはコンシーラーコンシーラーでーす。これはなんかよくわかんない、全部ドラッグストアの安いやつです。コンシーラー。あとはアイシャドウのブラシセットでーす。そう、YouTube っぽくちょっとやってみました。いや、なんかもう恥ずかしい。普段あんまりお化粧してないから、お化粧道具も持ってなくて。で、これは、なんだろう。アイブロウのペンシルでーす。え？袋に入ってるはず。で、これが口紅を長持ちさせるなんかコーティングみたいな。あ、風船、マジャン風船ありがとうございます。これです。あとは普通のこれなんだろう、どっかのメーカー、なんかよくわかんないけど、どっかのメーカーの BB クリーム、ちょっと反省してわかんないですけど、安いやつです。全部安いやつです。あとビューラーも買いました。あ、クミタハンバーガーありがとうございます。これで待ってやるやつ、これでちょっと目力を、これはシェーディング、これキャンメイクっていうあの安いやつのシェーディング。あ、ハチさんありがとう、ハチありがとうございます。これは安いやつです。これ多分500円とか600円ぐらい。で、これはあとはなんだ、これはマスカラ。なんか最近お湯で落ちるタイプっていうのが多くて、これははい、マスカラでーす。これもお安いやつでーす。値段よくわかりません。これはアイブロウ、これセザンヌのアイブロウのオリーブブラウン。さっきのアイブロウもオリーブ系です。ハチさんありがとうございます。
なんだ、あ、これは普通のリキッドタイプのアイライナーペンシル。これ細い。これもお湯でと、流せるタイプ。洗顔が楽です。あ、なんかあったかな。あ、あといつもは髪の毛はボサボサなので、たまには髪の毛もセッティングしようと思って、これは、なんだっけ、ヘアワックス。ヘアワックス買いました。ヘアワックス。これ開かない。これどこなんだろう。どこなのかな。ちょっと黒いから。よくわかんないけど、これ。いっぱい買い物したんです。これただ84。で、これは、これなんだ？謎。これなんだろう？あ、これがあれだ。ちょっとアイライナー。アイブロウか、アイライナー。これも筆のタイプです。あれ？まあ、いっか。これかぶったかもしれない。じゃあ、慌てて買ってきたんで。あとは、ハイライト用のブラシでーす。と思ったけど、ハイライトを買うの忘れた。あとは、このベビー用綿棒で、この、なんだろう。アイライナーとかをにじませるやつです。あれですね。あと口紅買ってきました。本当にこれサフランで黄色くなるの？あ、本当にちょびっとで、ちょびっとでいいよ。うん、ひとつまみで入れるよ。はい、サフランライス作ってるんですけど、あの紅花です。そうすると黄色くご飯に色がつきます。すっげー香り強い。ちょっとですごい香りが出ます。サフランひとつまみ。あ、髪の毛の向きはこっちか。これはこっちか。本当だよ。口紅つけてみよう。これはなんか最近なんかボルドーとか赤が流行ってるみたいなんで、この赤っぽいやつ。でこれをつけるとなんだろう、ベラって言われる。あ、鏡がない。鏡がない。鏡がない。今できそうなやつ。髪の毛セッティングできそう今。鏡がない、やばい。鏡すらないっていう。このちょっとヘアワックスやってみたいと思います。これをよく手になじませて。
まず揉み込む感じで襟足をちょっと立たせる。だいぶ短くなったんだね、前より。であとは毛束感を作っていく。こっちか。なんかつむじが2つあって、なんかうまく決まらない。毛束感を作ります。鏡欲しいな。ちょっと牡蠣とかから水分が出る。気持ち少なめで野菜と牡蠣から水が出るんで鏡がないんです。あ、こんな感じかな。もうちょっと毛束感をじゃあ出してみよう。右と左右が分かんないかな。これ鏡どうしよう。鏡今度持ってこよう。横に毎日いるけど住み着いてないんで。こんな感じがあんま変わんないな。頑張ったけどあんまり変わんないです。ティッシュ。そう、一旦帰った時に鏡痩せてる。なんかあんまり食べても多分太らない体質かな。なんかずっと運動やってたんで、なんか最初に筋肉が落ちる。最初に筋肉が落ちて、でまだなんか基礎代謝が多分いいんだと思う。だから寝てても痩せちゃう。寝てるだけで痩せる。まだなんだないんだ。このが画面でじゃあやるのはちょっと難しい。3食あんまり食べないですね。なんかめんどくさいんですよね、食べるのが。あ、お化粧のポーチとかもなくて紙袋。ちょっとBB クリーム塗ってみよう。BB クリーム塗ってみます。モテるになります。いつも BB クリームとかスポンジとか一切使えません。チークも買ってないな。いろいろと買い忘れた。食べる楽しみで仕方ない。あんまりなんか食べる食欲みたいなのあんまないですね。なんかとりあえずなんかお腹が満たされてればいいっていう感じ。
ビビクリームになりました。なんかないかな、鏡の代わりになりそうなもの。この辺とかなんないかな。あー微妙だこれは。アイブロウ、アイブロウ、ここでいきなりやったらやばいな。缶とか、缶の裏。携帯、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 携帯どこ行った。携帯か、携帯でやるっていう新しい。携帯の画面で自分を撮りながらやるの。難しい。これは難易度が高い。うわ、これはちょっと無理でした。難しい。いや難しかった。あ、じゃあこれパウダーだけでこの眉毛のパウダーだけだったらできそう。眉毛のあ、これあ、キャンメイクなんだっけ、これ何違う。あ、セザンヌ、セザンヌセザンヌです。セザンヌのオリーブです。セザンヌのオリーブできそうでできない感じ。多分このなんだろう、反対にする、反対にする、自撮り風にして、やばいこれは、やばいやばいやばい、全然わかんない、全然なんか、このアップにすればいいのかな。アップなんない。こんばんは、ドルちゃん、こんばんは。今ちょっとお料理のお手伝いをしながら、ふわっちのお留守番をしてます。何歳、何歳、設定どうしましょうか。もうそのまんまでいいですかあ、じゃあ、あの、なんだっけ、43歳。なんか目元とかクマがあるような気もあ、ハンバーガーありがとうございますなんかこの鼻のなんか横とか結構赤くなったりするんですよ。あー、なんかかっこいいわ、かっこいいわ、ちょっと。じゃあ、先にコンシーラー。先にコンシーラーかな。これは難しい。
たんで、ちょっと。なんだっけ、シェーディング。シェーディングにチャレンジ。わざさんに。わざさん今、ご飯作ってます。ちょっと帰り番号で作ってるんで今つないでるところです。頑張って、ちょっと鏡がなくてですね、なかなかできないですよ。どうしたらいいんだろう。これ、キャンメイクのシェーディングです。これをこうやって、よし、あと煮込むだけ。あと煮込むだけだ。もうすぐできる。ありがとう、思った。はい、あ、帰ってきました。これ携帯で鏡がないんで、やったりって言って、うん、やってよ。はい、もう座れない。メイク道具いっぱい買ったね。うん、でもまだね、どうでもなかった、足りなかった。なんでのんたんこれずらしちゃうの、いつも思ってたの。あ、なんかコメント読むときの目線が、こう、うん、こっちの方とかになっちゃうから、うん、真ん中にしてたんだ。そう。で、を続けて。はい、また2、いらっしゃい。ツイッターに写真あげたよ。どこで買ってきたの、この商品。トモズ。トモズで買ったんだ。うまくできるかな。わあ、すごい。綺麗。美味しくできるといいね。うん、まあ、初めて作るからさ、作り方が分かんないよね。うん、塩コショウはバッチリ。塩コショウ入れたよ。ただ薄いかもしんない。パエリア写真あげたよ、ツイッターに。制作途中のやつ。鶏肉とピーマンと赤パプリカと、あと牡蠣とエビとアサリとイカかな。あと鶏肉か。鏡がなかったんだよ。え？鏡がなかった。鏡ないよ、この家。鏡のない。女がいないのが よくわかるでしょ。で、ね、一生懸命かけてやったんだけど、でもなんかよく見えなかった。うん、鏡買わないと、この家は。音しか流れてない。映像来てる？映像来てる？来てる？映像。あ、ここに入れちゃった。来てる？入れてるぞ。来てる？入れてるぞ。ここに入れ。来てるね。大丈夫だね。はい、ワードツー。なんかさっき映像が流れてないって言ったから。牡蠣入り、そうだね、牡蠣安かったんだよ。大粒の8個入りで500円だったのかな。牡蠣好きだから。パエリアに合うかどうかわかんないけどね。ムールが大丈夫だよね、魚介だから。和風パエリア、和道パエリア。
アイテムたくさんもらったの。あ、いっぱいもらいました。ありがとうございます。 ありがとうございます。アイテムたくさんありがとう。はい、クミタンワード2映像来てるかな。教えてくれてありがとうね、クミタン。パソコン完全に死んだわ。もうあのレッツノートあの USB が壊れたから外配信できなくなった。お釈迦でーす。パタパタするファンデーション、なんかね、ルーセントパウダーみたいな、あんまり色がつかない。捨ててあげようか。あっ、ああ違った。ここに鏡があると思ったら透明だったこれはつけといた方がいいと思うよ、汚れちゃうから。うん、あ、そっか、そういうやつなんか、うん、化粧品わかんないからさ。まだあ、おめかししたの、綺麗になっちゃったね。うん、眉毛かけなかったけど。眉毛打ってなかった。違うの、鏡がないから眉毛がかけない。後ろで描いてくればいいじゃん。いいよ、せっかく綺麗にしたの、最後までやんないと。もったいないじゃん。いいよ。できた。できたな。ハイライトとかわかる。化粧品大変だよな、女の人は毎日。いろんな種類があるからね。使い方が大変なんだよね。全然わかんない。化粧品は。44名さんいらっしゃい。せっかくメイクしたんだろうか。口紅は塗った。ちょっと待って、塗った。ピンクだ。いいじゃん、ピンクにしたんだね。あ、すごいね、赤、うん、赤なの、すっごい赤なの。赤、赤いいじゃん。でも赤好きだよ。赤すぎると、うん、なんかベラって言われる。いいじゃん、赤、赤にしようよ。あんまりなんか唇が、うん、あ、キットさんいらっしゃい。キットさん、ありがとう。唇の形がやばい。いいじゃん。じゃあ眉毛描いてくる。うん、描いてきな。失礼いたします。ずっこけんなよ、狭いから。この辺どうも、54名さんいらっしゃい。パエリア、そうだね、ツイッターに写真あげたよ。あんな感じ。初めて作るから全然わかんないね、水加減とかさじ加減が。多分今日は失敗すんじゃないかな。うまくいくといいけどね。全然わからん。出来上がりまで何分ぐらいかかるんだろう。米炊く感じだから30分ぐらいじゃないの全く作ったことないからわかんない。みんなある？パエリア作ったこと。なんか洋風なものってあまり作らなくない？でも手間はそんなにかかるイメージじゃなかったな。結構手早く作れるイメージだったけど。あ、そうそう、皆さんありがとうございます。デイリーランキング、昨日ですね、超えました、うなちゃんまを。皆さんありがとうございます。デイリーランキング、うな超えました。みんながポイントくれたから、うなちゃんまを、ついに、念願のうなちゃんまん打倒、打倒うなちゃんまんに成功しました。うなを超えました、僕は、ついに。ついにうなを超えました、皆さん。念願のうな声です。もうこれで、でかい面させないんで、シャンマンには。今度からね、ワドーくんって呼んでもらいますから、シャンマンには。もう呼び捨てにはさせませんよ。なんて言ったってね、ふわっちでは俺の方が格上配信者になっちゃったんでね。
3番3番に勝ってますよ今。これからもアイテムバンバンよろしくお願いします。花火が上がるたびにスクワット5回やるんでね。あとリスワンもないかな。リスワンも取ったのかな。リスワン取ってねえか。リスワン1位だけか。ありがたいっすね。勢い乗っかってますね。風が吹いてますよ、風が。花火もらった？さっき。え、花火もらってなくない？もらった？わかんない。多分もらってないでしょ。花火あった？さっきの配信で。ハチさんがなんかくれた。ハチさんくれた？ハンバーガーでしょ。ハンバーガーはスクワットしない。なんかいろいろな。あ、綺麗じゃん。どっか行っちゃった。ペンが。ペンが。アイブロウのペンが。うん。あ、フォローありがとうございます。モボスさんありがとう。キルアさんありがとう。モモコさんありがとう。花心さんありがとう。スチさんありがとう。ミースケさんありがとう。タクさんありがとう。ミナちゃん、そよ風大好きさんありがとう。マリアママさんありがとう。マウさんありがとう。ファンファルさん、こんばんは。タクさんありがとう。すごいね。新しいリスナーさんがガンガン増えてるね。ふわって最高だね。花火ないよ。花火ないか？オッケーオッケー。こんばんは。楽しんでってください。ヒカルくんがさ、ヒカルくんがあの配信、ふわっちでやってんの、なんでなんだろう。ヒカルくんキャス主じゃないの？キャスバンになってんの？なんで？ふわっちやめた、あれ？なんでやってんの、ふわっち。はい、こんばんは。まさこさんいらっしゃい。ワドです。よろしくお願いします。初見さんいらっしゃい、トムさん。よろしくお願いします。ワードです。バンなんだ。何 ?A 番 ?A 番食らったの？おすすめ規制じゃないの？バン食らったんだ。なんでだろう？なんかやったのかな？金梅さんとかと。ふわっちでずっとやってくって言ってた。今後は。規制、おすすめ規制か。キャスはね、おすすめ規制あると厳しいからね。でもあれじゃん？おすすめ規制だとしても、あの、200人、300人くらい集めそうだけどね。どうなんだろう。規制か。今何、新宿にいんの？ヒカルくん。なんかずっと新宿にいない？最近。俺のイメージ、新宿にいるイメージあるわ。新宿系配信者になったイメージがある。金梅移したから規制。え？そんなに厳しいの今。そんなに厳しいんだ。すげえな。金梅って A 番か。やば。金梅を移しただけで規制になるとか、そんなんあり得るんだ。すげえな。ラップリトルさんいらっしゃい。ワドのパソコン弁償しろ、うな。ほんとだよ。もう壊れて配信できなくて大変なんだから、今。てか、マジで訴えようかな。器物破損で。訴えるわ。器物破損で。警察に被害届出して、訴えるわ。今、お金が必要だから、ふわっちと頑張ってる。あ、金がないんだ。ヒカルくん。金、でも結構財布の中に10万、20万入ってたよ。はい、ステアカさんワード2。この前財布の中見たら、2週間ぐらい前、20万ぐらい入ってたけどね。もう使っちゃったんかな。ヒカルくんね、ずっと酒飲むかんね。はい、北京主任さんワード2。いらっしゃい。なんだろうね。ちょっとパエリアの様子が気になるな。なんだかメイク終わったらパエリア見てみて。どうなってるか。蓋は開けないでほしい。蓋
蓋開けると蒸気が逃げちゃうから、ぐつぐついってれば成功。仕事を、いや、怒られなかったわ。うん。ぐつぐつしてる？いい感じ？いや、いい、そうまでいい、しばらく。仕事怒られなかったよ。大丈夫だった。ただ、心配だから、ちゃんとしてねえとは言われたけど。障害者の施設だから、結構、そういう詰めたりはしないんだよ。詰めたりはしない。別れた妻子に会うからプレゼント代とかで必要。ああ、そっかそっか、言ってたね。いつ会うって言ってたっけ。ねえ、自分の子供と会うって言ってたもんね。眉毛描いていった。おお、かわいいじゃん。久々見た。のんたんがメイクしてんの。3回目だ。こっちがいい。あっちがいいよ。綺麗じゃん。ほんと？うん。彼女が綺麗なのは、彼氏は一番嬉しい。卵が、どっか行っちゃったよ。どっか行っちゃった。綺麗になったのんたんが。なんでふわっち始めたの？この子がニコ生バーンしたの。この子がね、俺のパソコンをハッキングして、ニコ生爆破したから、もうやる場所がなくなっちゃったんだよ、コプセルさん。それでね、ふわっちやり始めたんだけど、ふわっちめっちゃハマってるよ。お金は稼げるし、閲覧は多いし、リスナーさん面白いし。正直俺多分ふわっちハマってると思ってるから、これからはずっとふわっちでやっていくと思う。メインふわっちだね。ふわっちいいよね。アンチコメントないし、閲覧減らないし、増え続けるし。フォロワーさんもだって1週間で350人ぐらい増えたよ。今何人？フォロワーさんね、342人だから、350人近くもうフォローしてもらってる。すげえ嬉しい。俺しばらくはふわっちメインでやってこうかなと思ってるかな。風邪ひいたかもしれない。肺が痛い。乾きすぎた。うん、乾燥しすぎ。あ、フォローありがとうございます。あ、タオルかけてなんか濡らして一個かけた方がいいかもしれない。それか、もう貸しすぎかか。のぞみさん、ありがとうございます。お風呂にお湯ためとこうか。あー、うーん、お風呂にあとで銭湯行くよ、俺。うん、うん、ご飯食べ終わったら。のんたん美人だよね。のぞみさん、ありがとうございます。フォローぜひ、面白かったらフォローしてください。のりこさん美人。ファンファーラさん、パフェありがとうございます。パフェありがとうございます。ありがとうございます。のんたん美人だよ。自慢の彼女。ん？何が？眉毛描くペンがあったんだけどね。電気つけていいよ。あ、ここにあった。ここにあった。あった。俺、ホモじゃないよ。ホモじゃない。ホモじゃない。生ポンさんいらっしゃい。ブルさん、お疲れ様です。いつもありがとうございます。だってさ、ランキングのさ、ほら、リスナーさんのポイントランキング、ノンタン、1位か2位だったじゃん。覚えてる？それ、今月全然違うの、ほら。おぉ、すごい。ハッチが4位だよ。ありえなくない？ハッチいつも上位じゃん。全然違うメンツなの、今回。面白いよ。いろんな人がポイントくれる。あざーす。ちょっとパエリア見てくるわ。うわ、超いい匂い。サフランライスのいい匂いがします。うん、うわうわ、めっちゃうまそう。うん、超いい匂い。やば、これ。タバコを発見。ちょっと焦がし気味にしようよ。うん、あ、そう、焦げた、これ絶対うまい、絶対うまい。そうそう、焦げた、そこのところが美味しい。これやばいわ。おお、花火ありがとう。花火ありがとうございます。いや、サフランライスね、めちゃくちゃうまそうだよ。超うまい。パエリア今回絶対いて、絶対うまいよ。これね、マジで後で、ね、写真撮るけどすごいよ。ありがとうございます。いや、マジでうまそう、マジでうまそう。
これはやばい、マジで。今回あたり匂い超良かったよ。すげえうまそうだった。やっぱあれだね、俺みんなからホモだと思われてんのね。イメージって抜けないから怖いよね、本当に。ロハコ事件が多すぎた。うん。ロハコ事件の印象で本当にガチゲイだと思ってる人いるからね。筋肉痛が悪化。いや、あのね、筋肉痛はある程度筋肉を動かさないとほぐれないんだよ。うん。お米もふっくらね、ボーってなってた。見てきな、超いい匂いするよ。やばいよ。超いい匂いだよ。これ絶対うまい。うん、すごいうまそう。うわー、すごい。すごいでしょ？これ絶対当たりだよね。超うまそう、超うまそう。何これ？やばいよね。サフラン足りなく、いっぽくない？まあ大丈夫。あれは香り付けなんだ。あれは何？お花のめしべかおしべかなんか。花びら。花びらなんだあれ。わかんない。もう全然。紅花なんだ。紅花ってあれたくあんとかつけるやつじゃないの？日本だと。それは口なし。口なしなんだ。風っていうかね、なんかエアコンの湿度が足りなくてエアコン暖房つけてたから肺がゼーゼーして喘息みたいになってる。自分も腰痛見てからだからガチだと思ってた。あれは寝た。あれは寝た寝た。俺全然のんけだよ。ゲイじゃないよ。いつからふわっち始めた？1週間ぐらい前かな。よっちゃんいらっしゃい。もしよかったらフォローして、よろしく。ふわっちもうメインでガンガンやってるから。そこちょっと開けたらうるさいから、少しの間、乾燥する。東京はね、乾燥する、すごい。それじゃ、換気できないから、もうちょい開けていいよ。すごいね。乾燥しちゃってる。バガーありがとうございます。そう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 、のぞみの部屋さんいらっしゃい、彼女です。思い出ポロポロ思い出すね、紅花。あ、そっか、あれって紅花だ。思い出ポロポロ、あの田舎に行くじゃん、知らないか。ジブリの話、貸し付きね、あったんだけど壊れちゃったんだよ。あのマサルさんっていうリスナーさんが貸し付き送ってくれたんだけど壊れちゃった。だから今年はね、つけようと思ったけど結局1年しか持たなかったね。なんか買いすぎ買わないと。あれおしゃれだよね、こういうやつ。ん？スライムみたいな。あ、そうそうそう、こういうやつね。でっかくてずっと使えるから良かったんだよ、あれ。タバコ似合わないかな？動画の中ね、彼女。こんばんは。みなちゃん、そよ風大好きさんいらっしゃい。フォローありがとうね。おい、ワード2。カトラントモキさんいらっしゃい。フォローまだの、お、ティロってる。あ、ティロってる。あ、ティロが来た。ティロってる始まっちゃった。ティロってる始まった。ティロが始まった。ティロが始まった、ティロ。あ、やっぱ1個上だよ。31だから。あ、そうなんだ。うん、1個上。あの、俺55年だから。遅生まれなんじゃん。あ、11月？あれ？あ、あと5日で誕生日じゃん。あ、やばい。ティロルキだな、お前。ティロルキだな。絶対こじこじしてくるから。絶対こじってくるでしょ。嫌なんだけど、俺。彼女が配信者にこじられてんの嫌なんだけど。あ、のりこ。のんたんタバコヘビースモーカーだよ。ずっと吸ってるよ。結構吸うよね。あ、のりこ来た。タオル買ってよ。嘘。あ、そんな感じなんだ。あ、お前、T シャツ買えるよな、とか言って。なんで古いもんね、のんたんね。でも俺ティロフィナーレ香川と顔が似てるって言われるんだけど、似てる？似てなくね？あ、でもなんか鼻の感じとかなんか似てる。いやいやいや、顔パンパンなんだけど、マジでダイエットしないとやばいわ。隣にいてあまり吸ってるの見なかった。あー、配信中は吸わないかもね。でも普段バンバン吸ってるよ。てかヘビースモーカーだよ、俺と一緒で。ずっと吸ってるイメージがある。換気とかはちゃんとやるけどね。もうできたかな？時間計ってねえからさ。
この配信始まってからもう相当経ってるから、あと10分ぐらいしたらちょっと見てみようか。もうあと10分で多分完成すると思うから。本当なんかパエリアとかって、うん、芯が残るぐらいでもいいぐらいの何かね。あ、硬さが。タイ米みたいなやつで。はい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 。ちょっと硬めでもよかったんだ、うん。俺ふっくら炊き上げちゃうからね。でもそれはそれで。うん。好みだからね。え、でもバサバサしてた方が美味しいよね、パエリアはね。のんたん尻尾使ってないの？使ってる使ってる。あ、そうだ、くみたん、明日、送るから。明日か明後日。ネックレスのパーツがないんだよ。仕入れないといけなくて。東急ハンズで売り切れなんだよ、今。だから明日、仕事の帰りに東急ハンズ行って、ネックレスの部分買ってきて、で、それで送るから。花さんいらっしゃい。もし楽しかったら、フォローよろしくお願いします。和道と言います。よろしく。そしたらネックレスとジッポ送るから。今100円ライター。あ、そう。あれ、なんかトランプタワーが変なになってる。誰の？ほら。どれ？後ろあれ、トランプタワーじゃないの、ヒカル君の後ろ。あ、これトランプタワー、すごっ。すごい、これ、あ、本当だ、トランプだ。あれ、傾いてない？傾いてるね。ていうか、一個だ、あ、大丈夫大丈夫。傾いてるね。無理？いや、多分カメラが傾いてんだと思うよ。見ないうちに女できたか。ヘッドロココさんいらっしゃい。もう1ヶ月ぐらい経つんじゃないの？彼女できて。結構、もうずっと一緒にいるよ。ノンタンは。かわいいでしょ？かわいいでしょ？自慢の彼女ですよ。みんなかわいいかわいいって言うね。配信受けいいね、すごく。ふわっちだから。ふわっちだからかな。うん。今月オフ会ないの？聞いたところでいけないけど、今月どうしようかなと思って、ほら、これが嫉妬するからさ、そう、やりづらいんだよね。そう、困ってるんだよ、そこは。配信料がやりづらい。何歳した？いや、俺が3つした。3つ上。なんだろう。年上だよ、彼女。年上。俺が年下。老眼だからね、飲んだ。おばちゃんです、おばちゃん。見えないでしょ？そんなところも可愛い。可愛い。一緒に女の子いたら嫌かな？一緒でも。いや、来ればいいって言ってんだけどね。うん。どうなんだろうね。喧嘩しちゃってしてるんで。うん。いや、もう見に来てないよ。うん、見えるわ。ハーフっぽいってよく言われてるね。なんか水沢アリーとかよく言われてた。俺はその人知らないんだけど。やべえな、マジで風邪ひいたな。期間限定リア充。なんで別れる前提なの？別れるつもり全然ないんだけど、俺。リア充だよね、もう。仕事始めたし、彼女はできたし。もう配信者の風上にも置けない生き方してるよ。お前本当に大手狙ってんのかっていう。ダメだろうっていう。面白さの欠片もないよね。そうだね、仲良しでいる。でも基本的に一緒にいたら喧嘩しないよ。だいたいのんたんがトラブルを起こすときは俺と離れてるときだからね。ね。
こいつさ、昨日さ、俺が仕事してたらさ、LINE がピコーンってなって、MacBook Air からログインしました、心当たりはありませんかって、またピコーンってなって、MacBook からログインしましたって、LINE が鳴って、ログインしてやがったの、こいつ。最悪だよね、ほんと。あんだけ言ったのにさ、あんだけ言って注意したのに、パスワード変えたかんね。数年前とえらい違い。そうだね、もう3年ぐらい彼女いなかったかんね、俺。だから生ポでダラダラ配信やってただけだからね。だいぶ変わってきたよ。パエリア見せるよ。やばいよ、飲んだのこれ。あっちから気をつけて。うわ、超うまそう。飲んだ写真撮って。スマホ。おい。やばくね。やばくね。はい、スマホ。それ、それそれ。俺のスマホでいい。やばくね、パエリア。カメラどこ？カメラじゃなくてツイッター起動して。ツイッター。ツイッター起動して。これやばそう。やばくね、これ。なんだよ。何やってんの？ちょ、じゃあ真ん中押して、真ん中。あれ？それ。で、ツイッター。ツイッター。いちいち、あ、ダメだ。お前にパスワード教えるブロックのことね。持ってた。お前には絶対パスワード教えない。いちいちまで聞こえた。はい。あつ、取って。なんで俺がこうやってやってんだから俺ごと取ってくれよ。縦じゃなくて横で取ってよ。顔と、パエリア映るなんだよ。あれ写真だからなんで下に行くんだよ。ちょっと持ってもいいや、ノンタン映すわ。重いよ、重いよ。これ撮って横で、はい、どれかどれ。ああ、それ、二重箱になってるからやだな。指映ってる、指映ってる。カメラ。あ。なんだよ、早くしてよ。重いんだって。早く。カメラ、カメラ。はい、はい。はい、行きまーす。うん、これ戻してきてさ、やけどしないようにね。はい。はい。はい、食べたよ。うん、食べよ。あ、蒸らさなくていい。あ、蒸らす方がいいか。蒸らしていいよ。もうちょっと焼いとく。しゃもじは。しゃもじあるよ。うん、蒸らしていいよ。もうちょい焼いといていい。よいしょ。あとどうしよう。10分ぐらい。うん。かわいい。できた。やばいね、これ絶対うまいよね。絶対うまい、これ。どうもどうも、コーニーさんいらっしゃい。どうもです。やべえ、超楽しみ。しゃもじ持ってった？持ってった。そう。いや、結構本格的にやったよ。のりこちゃん、アップで見たい。おー、サイダさんいらっしゃい。どうもどうも。ふわかさんいらっしゃい、どうもです。俺、胸毛すげえよ。もじゃもじゃだよ。正気深いから。それね、やるの難しいから、こう、なんつうの。足をうまく、後ろ側と真ん中側に。そうそうそう。こういう感じ。
俺胸毛めっちゃ濃いっすよ。剛毛系男子だから。お、またフォロワーさん増えた。ありがとう。ももさん、フォローありがとうございます。ももさん、フォローありがとう。おー、花火ありがとうございます。いや、パエリア作るのさ、めっちゃさ、難しいと思ってたんだよ。だけどね、結構ね、作ってみると、手軽に作れて、出汁とかを取るのが結構簡単。難しい感じかな。多分、魚介スープでちゃんと本格出汁を取らないといけないんだと思う。うん、ありがとうございます。花火。メイク完了してたよ。うん。メイクバッチリだった。可愛かったよ。後ろの人をマスターボールで捕まえていい。ダメです。僕の女なんで。はい、僕の大切な彼女を野生ではないんで。もう僕が飼いならしてるんで。野生のポケモンじゃないですよ、僕の彼女。キヌポンさん、フォローありがとう。なんだろうこれ。なんとか打点さん、フォローありがとう。うん。まいちゃん、いらっしゃい。YouTube 登録させてもらいましょう。おー、ありがとう。YouTube もやってるから、YouTube も登録して。番組説明に書いてあると思うんだけど、過去の動画全部載ってるから、YouTube は。登録して。うん。後で見させてもらおう。お、またフォロワー増えた。ありがとう。キヌポンだね。キヌポンフォローありがとう。何ヶ月前から登録済みだよ。ありがとう。うん。動画作ってるのはね、マネージャーの匠さんが作ってる。風船ありがとうございます。なおさん。風船ありがとう。うん。匠さん、告知ありがとうね。パエリアめっちゃうまいよ。あと5分ぐらいしたら食べられんじゃん。バカプレゼントありがとうございます。バガプレゼントありがとう。バガありがとうございます。バガありがとう。ありがたいっすね。ありがとうね、舞ちゃん。マジで肺潰れてんな。彼女にじゃあレビューしてもらおうか。俺のパエリア。うまいかどうか。のんとはお腹減ってる？はい。お腹減ってる？まだ大丈夫。まあ大丈夫か。じゃあ俺が食うか。さっき菓子パン1個食べちゃったからさ。ねえ。レビューしますよ。ティロフィナーレ香川って、香川さんってハーフなんだっけ？香川さん全然ハーフに見えないけどな。ハーフじゃないよね。ティロフィナーレって何なのあれ、うん。誰も突っ込まないけど。日本人だよね、ジュン。ハーフキャラなのかな。
あまり見たことない。香川さんこの前の放送面白かったけどね。あ、マドカマギカのアニメから来てるんだ。へえ。マドカマギカ面白くなかったな。ちょろっと見たけど、もう絵がダメだったね、俺。萌えはダメだわ。うん、もう止めていいや。じゃあ、よそってみようか。食べないの、んた。え？食べる？食べるならよそるけど。完成でーす。パエリア。今日のは鶏肉とエビと牡蠣とパプリカとイカとアサリとエビです。食べよう。いただきます。完成です。完成です。いただきます。いただきます。パラパラじゃない感じ、うん、結構サフランの香りも塩っ気足んない。あ、塩入れる？いや、でも大丈夫、うん、ちょっとなんかうん、鶏肉とかの下味が美味しかったかな。だよね、うん、ちょっとこれ失敗だな。何かが足りない。コンソメ入れんの？パエリアってやっぱ魚介の固形スープ買った方が良かったかな。あれは結構うん効く、うん、ちょっと薄味だよね。なんか京都の料理みたい。なんか関西の人が好きそうな味だよね。なんか東京人からするとなんかちょっとパンチが効いてない感じ。まずくはないんだけどなんか味付けが違うよね。惜しいよね。あ、牡蠣が美味しい。うまい？うん。牡蠣の塩分が。うん。牡蠣、うまいね。うん、今度は、うん、鶏肉に下味ちゃんとつけることと、うん、
野菜炒めた時に下味をがっつり、がっつりだね、うん、ちょっと惜しいね、63点ぐらい、うん、普段が好みだから、うん、香りがもっと強い方がいいと思うんだったらやっぱり入れてもいいし、うん、これぐらいでもいいと思ったらこれぐらいでも結構癖があるっていうか、うん、もうちょっと入れてもいいかな、うんうん、まずくはないよね、うん、だからプロが作った味ではない、美味しかった、うん、うん、塩かな、うん、塩も足りないよね、下味がだから足りないんよ、塩とやっぱりあの、うん、なんだろう、ブイヤベース的な、そう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 、だしを強めにしたら、うん、うん、もうレストランの味だね、うん、来月リベンジさせて、うん、うまくない、あ、でもまずくはないんだよ、うん、なんか京都料理食ってるみたいな、まずくないんだけどうまーっていうのがない、なんか本当に素人が家で真似してみましたみたいな、家庭料理の塩分的にはこれぐらいだと思う、うんうん、だよね、うん、外食だと濃いめにできてるから、うんうん、なんか今まで俺が作ったやつで一番ダメじゃないこれ多分何作ったっけ、パスタとカレー、パスタとカレーとあとクラブハウスサンド、うん、うん、あ、そうだ、クラブハウスサンド美味しかった、あれやばいよね、うん、それがよかった、うん、あとおにぎりも、うん、おにぎりうまかったよね、うん、いや、からぶん投げるっていう感じでもないんだよなんだろう、なんだろう、まずいっていうのは一つもない、正直、ただうまさもそこまでないんだよね。なんかどうやって作ったのみたいなのない。なんか私もできそうみたいな。うん。うん。難しいね、料理ってね。うん、でもお米の感じ悪くないね。うん。炊き加減はバッチリ。バッチリだね。だ味付けだね。もうちょっと勉強しよう。うん、いや、料理はずっと作ってたから作れるよ、全然、うん、お疲れー、ナイスカイ、いらっしゃい、簡単だけど材料費が高い、サフランが500円ぐらいするから、玉ねぎもいい感じだな、うん、うん、だ火加減は完璧なんだよ、作り方は間違ってない、おかわりする、やらない、後で、うん、これおかわりしてくる、おいしいな、これは、
こんばんは。ご視聴ありがとうございます。うん。風船ありがとう。ごめんね、あんま美味しくなくて。うん、美味しい。うん。こんばんは、ウヨクさん。うん。冷凍のパエリアセット買うと安くて美味しく。いや、なんか手作りで作りたいじゃん。冷凍うまいんだけど、なんかさ、料理一個できるとさ、こう人生が豊かになるさ。洗ってこい。ちょっと食べる。初見さんいらっしゃい、おなつさん。うん、パエリア作ったんですけど、失敗しました。うん。これ全部ノンタンの分。だったら半分こっち側乗っちゃって、もう洗うから食べれる分全部よそって、具は全部飲んだにあげる、ね、つけろ。具の美味しいところは飲んだん全部取って、で腐っちゃうからこっちを押して、なんかあと2工程ぐらいで爆発的にうまくなる気がする、うん、野菜の甘みも出てんだよ正直。なんだろうね、皆さん風船ありがとう。なんか昨日食ったパエリアの方がうまいもんな。だってあそこはレストランだ。うん。何が？何？あれ、ソルトかけてみる？クレイジーソルト。いいよ、かけていいよ、自分で。うん。多分塩かけたらうまくなると思う。スーちゃんボクシー？なんだろうね。なんでだろう、わかんない。でも言ってることまともだと思うけど。
ちゃんボクシー全然普通の人だからね。え、俺も2回くらい食べたことあるけど。ちょっと今スコアってやってるから食べながらやって。おおね、これマジックソルト、ありがとう、ありがとうございます。マジックソルトっていうのこれ、うん、これ葉っぱの匂いダメだ、うん、まずい。うん、まずい。もう、違うんだよ。花火をして、10秒以内にスクワットしなかったら俺川に飛び込む約束してるから。僕食いしん坊ですよ。10秒以内に花火が上がったから10秒以内にスクワット返してなかったら川にダイブだから。神田川、二子玉川とかだよ。そう、そういうルールだから。アマゾン川。タマゾン川っていうの。うん、へえ。いろんな魚がいるの。ほう。うん。外来魚から、うん、鯉から、うん、あと海の魚もいる。海の魚もいるんだ、玉川って。でかいもんね。うん。うん、まあ全然いいよ。花火は俺何時も断らねえから。いつ何時でもどんな花火も受け入れる。パプリカ甘みあるんだね、結構。うん、うん、うん。フォローありがとう。おなつさんまた来てね。右翼の外旋車は見ないですね。アイアイさんいらっしゃい。パプリカ。パエリアです。うん、おぉ、初花火だったんだ。いいね。あざす。大丈夫飲んだ。でも思うけどさ、人類ってほんとグルメだよね。もうさ、海のものと山のものと丘で採れたものと、もうとにかくうまいものを作るために貪欲じゃん。人間ってすごいと思う。うまいものに対する探求心。ごちそうさまでした。ごちそうさま。
やっぱ自炊は哲学だよ。うん。うん、これも。うめえ。食った。ごちそうさまです。なんで俺が鮫島に謝んないといけないの。その絡みうぜえんだけど。その絡みうざい。面白くない。これ何もしてないよ、鮫島に。ていうか普通に俺放送見に行ってコメント読んでるし、鮫さん喧嘩してないよ。花火ありがとうございます。食後に行かせていただきます。ありがとうございます。ハチさんありがとうございます。ああ痛い痛い。なんかいつの間にかローカルルールができたんだよ。もともとやってたんだよ。あの、FC2 で、ポイント100ポイント入るたびに、スクワット1回、っていうね、やってたんすよ。それは復活したんだよ。ハチさん、ありがとうございます。これからも、和道の放送を、どうぞよろしく。お願いしまーす。俺だけど、今年の和道、もうちょっとね、これから本気で攻めるから。マジで旅してーと思ってるから。来年中に絶対旅配信始める。日本全国回るわ。日本全国回って、マジで、俺が、みんなの、キッズたちに夢を見せようと思ってるから。夢は叶うんだよって。キッズたちに、おじさんになっても、夢は叶うんだよっていうことを、俺は強くやっていこうと思ってるから。配信業成り立つんだよっていうの。はい、こんばんは。プリンさんいらっしゃい。ありがとうございます、ハッチさん。俺はね、見せてやるよ。ドリーマーたちに。面白い配信期待するよ。ありがとう。リスナー層30代、40代。みんな年齢いくつか書いて。みんないくつ？キッズいないもん、さして。この配信。何十代か書いて、年齢。リスナー3、40代ばっかりだって。キッズほんと少ねえよな、この放送。ほんとに少ない。クミタンは30代。クミタン30代。花火ありがとうございます。ユンさん20代。あ、20代の人いいね。ユンさん20代なんだ。
連続花火ありがとうございます。連続花火。じゃあこのまま続けていきます。クミタンが花火ありがとう。1回。2回。あ、プリンも20代なんだ。3回。チヨ40代。古代さん。痛い。30代多いっすね。痛い。連続きっちいな、おい。連続きっちいな、ありがとうございます。40代ね。花火のためにスクワットのルールがね、結構あだとなってるね。花火のたんびにスクワットルールがあだとなってます。ハツさん、ありがとうございます。手抜きはしません。1回。2回。3回。4回。5回。いや、もうお腹痛いわ、現時点で。やっぱね、配信も労働だから、稼ぐのって大変なんだよっていう子にね、ことをね、みんなに見せていかないとね、配信業って大変なんだっていう。ありがとうございます。マジで肺が痛いな。このアングルいい。このアングルいい。はじめまして、初見さんいらっしゃい。ジェイマンさんいらっしゃい。肺炎っぽいんだよね、ちょっと。風邪じゃなくて肺炎っぽい。あ、サプリ飲むの忘れた。のんたんが体気をつけてってサプリメント買ってきたから。サプリ補充しよう。ツイキャスのリスナーしてるんですけど、ツイキャスはしてないんですか？ツイキャスもやってますよ、僕。ツイキャスもぜひフォローしてください。タバコの吸いすぎじゃなくてエアコンだね、完全に。エアコンでね、タバコを吸いすぎてもならない。うん。俺もともと肺めっちゃ弱いんだよ。子供の頃から小児喘息で。タバコはそんなに影響ないな。人材聞いてきたから寝まーす。うん、ありがとう、くみたん。また明日ね。おやすみ。このお薬ケース可愛くない？ 100 均で買ったんだけど、このお薬ケースお気に入りなんだよね。これ結構いいよ。なんか最近さ、アレルギー鼻炎のザイザルっていう薬があるんだけど、それが眠気がすごい引き起こすから、睡眠障害出てきてんだよね。また眠くて。バーガープレゼントありがとうございます。バーガープレゼントありがとう。バーガーありがとう。
バガありがとうございます。これからゴールデンタイム来るな、人増えるぞ。バーガー、いや、まあ、花火だけだね。花火しか、あのスクワットはやんない。他のアイテムには対応してないから。和道くんはね、あの高級志向だから。高級志向。なんかまったりしてるな。今日なんかまったりしてる。3万やってるからかな。仕事だからかな。なんかぼーっとしてますね、僕の配信は。まったり系ですね、本当に。うん。わちゃわちゃしてない。夜中になると客層が変わってきてね、結構ね、トークをバッチリやる感じですよ。ありがとうの後の敬礼は良かった。やっぱ日本人は敬礼でしょ。ハートプレゼントありがとうございます。ハートプレゼントありがとうございます。ハートプレゼントありがとうございます。ん？どうした？カバン持ってったよ、さっきメイク道具と一緒に。いや、部屋片さないダメだな、ちょっと汚くなってきたな。あ、そうだ、なんかアマゾンから来てなかった俺。見せられないやつは？何見せられ？ってことはノンタンが買ったってこと？言わない。何？じゃあちょっと貸して。え、何？それはノンタン用ってこと？俺用ってこと？いや、どっちとも言えないの？分かった。配信上では見せらんないの？そう。バンになっちゃう。バンになる？ノンタンが買った。こいつエロ。これバンにはならないでしょ。いや、なるなんのこれ、ニコ生だったらバン。え、なんのこれバンに、うん、ごめんなさい、あの天ギフが来たんですけど、あの見せられないやつなんで。お前エロいな。興奮するわ。いや、バンになるって。バンになるかこれ。なる。エロこいつ。え、
ヘロ。じゃあ、不謹慎ちゃんがさ、箱買いしてるとか言ってさ。箱買い？そう。それを、なんか、ガラス買いみたいな。なんで？一回一回捨てるってこと？いや、なんか、壊れるんだって。ヒント。いや、言葉で言うぐらいでは大丈夫そう？ピンクローターが送られてきましたよ。これ中身見てみるわ。しかもこれ重くね、このピンクローター。なんか、俺の家になんか甘ギフが置いてあって、これどうしたのって言って、リスナーさんからって言ったら、あ、来てたから受け取っといたよって言って。で、今開封枠やろうと思ったらピンクローターだった。スケベだな。ちゃんの猫が、うん、なんか遊んじゃうんだって。これで？そう、それで、うん、なんかすぐ壊れちゃうとか言って。何、おもちゃ好きなの？飲んだ。いや、なんかで聞いて、え、ノンタンはオナニーするときマシーン使うの？いや、だからその不謹ちゃんがいいっていう。いや、不謹慎の話は聞いたいの。ノンタンはマシーンを使うのかと。いや、ちょっと使ってみたいな。使ってみたかったんだ。ああ、いや、普通のだな。これダメだ。え、ダメな？これはダメ。どう見せて。バンになるから。これは、あの、おもちゃですよ、本当に。俺が知ってる2万円のやつすげえから。あんな2万円とかじゃない。遠隔できるから、遠隔。本当にこれ、だからこれを、スキンちゃんが毎回買ってたの。うん。それいくらすんの？ピンクロータ。ああ、まあそんなもんだろうな。で、中国で10円ぐらい作れるやつだから。セックスアピール来たよ。いや、そうそうね。うん、なんか、電池変えた後がすごいんだよね、とか言って。ああ。でもね、あのね、マシーンがいいの、最初だけだよ。うん、俺はね、マシーン、もう、17歳の頃に卒業したから。なぜ、やってあげるよ。俺がやられんの？俺がピンクローターやられるんだ。そうなんだ。それは楽しみな。うん、マシン攻めに合うんだ。意外となんか癖ないかも。ああ、かもしんないよ、うん。そうやな。彼女ドスケベだな。性の喜びに目覚めやがって。俺、不謹慎ってどんな子かわかんないんだよね。サノッチが好きなやつでしょ？あんまりね、深くは言えない。何深く言えないって。職業柄とかそういうのは、あんまり、あれ、え、何不謹慎さんって風俗嬢なの？あ、だからあんまそういうこと言っちゃ、あれから。あれじゃ、のび太と付き合ってたやつじゃん、そういえば。思い出したわ。メガネの方、ドラゴン伸びたでしょ。あ、そうそう。うん。はいはいはい、これか。うん。かわいいか。俺あんまタイプじゃないな。不謹慎。うん。あんまりタイプじゃないね。普通の子って感じだよね。ロリ、ロリ顔、ロリ系。ああ、いくつこの子？多分27ぐらいになったんじゃないかな。だよね、結構いってるよね。でも全然すごいね。だから歌とかはね、すごい上手い。歌うまいな。マリニアより上手い。まあ、マリニアもな、エコーかけてるだけだからな、あれ。マリニャは上手いけど、マリニャ上手くないよ歌、うん、あれは声作り方が上手いだけで、だから、うん、いろんな曲をしてくる、なんかいろんな年代の曲、うん、真鍋かおり痩せすぎでしょ。猫がね、いっぱいいるの。5匹いるの。なんかラブ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 ラドール。ラブラドールだ。
コトとかってやつ、同じね、白い猫なんだけど、うん、すっごい大きくなるの。うん、それがすごい可愛い。へぇ。これはだから今回の企画の、作ったっぽいよ。このサイトで50万か、20万で作ったのにもったいねえな。全然20万で作れるよ、俺だったら。もったいねえ。50名さんいらっしゃい。首痛いな、なんか。小さい銭湯行こうか、うん。もう時間だからね。じゃあ、俺銭湯行くわ。みんなお疲れ。ありがとうね、今日も。パエリア放送でした。風船たくさんありがとうございます。ちょ、彼女と銭湯行ってきます。ありがとう、いつも。みんなお疲れ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。